日本の大手電子楽器メーカーローランド創業者の梯郁太郎さんがアメリカ音楽界で最高の栄誉とされるグラミー賞の技術賞を獲得し受賞しました。梯さんは静岡県浜松市に本社を置くローランドの創業者で、シンセサイザーなどの電子楽器に用いる世界共通の規格 MIDI を1983年に開発しました。これで異なるメーカーの電子楽器を組み合わせて作曲したり演奏することが可能になり、通信カラオケなどにもその技術が使われています。楽器とコンピューターを結ぶ橋渡しとしてもう新しい企画を企画というのはスタンダードですね。それを立ち上げるときにやはりその技術をこうなんていうんでしょう、独占せずに、オープンな、ものにしたことで、その音楽の世界の、全ての人が一緒にこう発展させてくれることができる。グラミー賞の技術賞は過去ソニーとヤマハが受賞していますが、日本人個人としての受賞は梯さんが初めてとなります。